ンダースクールをご覧の皆さん、こんにちは。チャオ漫画家の小森千尋です。この授業では可愛いイラストの描き方を教えます。みんなも練習したら写真に撮ってワンダースクールに投稿してくださいね。可愛いポーズを作っていきます。まずは体の関節のところに目印となる丸をつけていきましょう。肩と肘、肘はくびれの横あたりになります。右腕にポーズをつけていきます。丸のところを中心に動きをつけていきます。この時、肩の丸から腕がついていることをしっかり意識しましょう。腕の長さは変わらないように注意して描いていきます。肘の先だけを曲げて上向きに描きます。この点線の部分が移動したところです。続いて足にもポーズをつけてみます。膝も丸を中心にして下の部分を少し外側へ動かしてみましょう。これで動きがつきましたね。この関節を意識して描いていくと、綺麗な動きのあるポーズが作れます。自分の動きを鏡で見て研究してもいいと思います。それでは次に関節を意識してガッツポーズを作っていきます。まずは両腕に動きをつけていきましょう。肘から先を曲げて V の字の形にします。この動きに合わせて肘も少しだけ動かしました。次に両足をくの字にして内側に動かします。これでキュートなガッツポーズの完成です。
みんなも頑張って練習してくださいね。バイチャオー。